どうも、ハンサムクロジです。今日はハンバーガー買ってきました。ケンタッキーのハンバーガーです。リクエストもいただいてちょっと食べたくなっちゃって買ってきました。贅沢照り焼きハンバーグサンドです。はい、あとエビパリパリフライも買ってきましたんで、この2つ食べます。クラッシャーズもあったんですけど、ちょっと行く時間遅くて、もう売り切れ?まあ終了しちゃいましたって言われたんで、また今度。すごい美味しそうな、チョコで2種類あってね。明日かな。じゃあまずハンバーガー食べます。袋かわいい。贅沢照り焼きハンバーグサンドって書いてますね。ちゃんと説明も書いてます。ビーフとポークを黄金比で配合した肉厚のパティをスチームオーブンでふっくらジュースに焼き上げ、クリームチーズソースと照り焼きのダブルソースで仕上げました。だそうです。パンうまそう。これごまがセサミバンズ。ごまが振ってあるパンです。なんか真ん中だけなんかスパイス的な、胡椒かな、なんか黒いスパイスが入ってます。で、開けるとこんなでっかいハンバーグ。肉肉しい。これは照り焼きソースなんですね。あとクリームチーズソースも入ってるそうです。うまそう。いただきます。レタスうまい。あ、うまっ。すごっ。めちゃくちゃうまい。肉の感じがすごい。もう超肉。ごちそうさまでした。これ旧ハンサムです。めっちゃ美味しい。口の周りちょっと赤くなってますけど、これは僕の体質です。アレルギーではありません。いや、すごい。しかしこれすごい美味しいんです。めちゃくちゃ美味しいけど、なんで10じゃなかったかっていうと、しょっぱいです。味濃かった。照り焼きソースがしょっぱめでした。でも、それに負けないくらい、こう肉厚なハンバーグのお肉の味っていうのがね、しょっぱい照り焼きソースに負けてない。お肉の味がしっかりしました。クリームチーズのちょっとまろやかな感じもあって、なんとかこう、しょっぱさをまろやかにして、美味しくできてたなっていう感じで。とにかくお肉が美味しいです。うまかった。高いけど、まあしょうがないかなって思うくらいのハンバーグでした。そんくらい美味しかった。これはうまい。高いけど。高くてしょっぱいけど、うまい。はい、次は、エビパリパリフライです。エビ膳の匂いがします。見た目超素晴らしい。見てください、これ。見た目がパリパリしてるもん。食べなくてもパリパリしてるってわかる。すっげー、これが一本エビなのかな。すっげー、結構デカめのエビフライくらいありますよね。ちょっとポロポロしそうだけど、せっかくなんでこのままいただきたいと思います。いただきます。うまっ。これなんだ、エビ。エビパリパリフライ、ごちそうさまでした。これも旧ハンサム。すっごい美味しいです、これ。これも本当にパリパリしてて、食感がたまらないですね。エビの味もしっかりして、エビフライ食べるよりも美味しいんじゃないかっていう感じがしました。ただ、一本のエビじゃないんですよ。なんか小エビみたいなのを多分固めたやつ。スティック状にしたやつ。だから、エビフライとかと比べると、そのプリプリ感っていうんですかね、エビの食感みたいな。衣のパリパリはいいんだけど、ああ、これ一本のエビだったらもっと美味しいんだろうなって思いながら食べました。でも一本のエビだと240円じゃ済まないし、大きさも均等にならないですからね。まあしょうがないっちゃしょうがないんだけど、でも商品自体はすごく美味しかったです。でもどっちも美味しかった、今日食べたの。贅沢照り焼きハンバーグサンドは数量限定、店舗限定なので、お近くのお店にないかもしれないですけど、見つけた方は、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。というわけで、この動画が良かった方はコメント、高評価ぜひぜひお願いします。ハンサムクロージでした。